プロダクトプレイスメントは広告手法の一つで映画やテレビドラマの劇中において役者の小道具としてまたは背景として実在する企業名、商品名を表示させる手法のことを指す。プロダクトプレイスメントとも表記されるほか略して PP とも言う。なお、劇中の犯罪者や嫌われ者の悪者が使用している場合は逆効果にもなり得る。これを 意図的に行うことでイメージダウンを狙うものはアンチプロダクトプレイスメントと呼ばれる。逆プロダクトプレイスメントという用語はすでに作成された映画やドラマのシーンを CM に流用する手法を指す。誕生は1955年公開のハリウッド映画、理由なき犯行と言われる。劇中でジェームズ・ディーンがポケットから櫛を取り出し制発するシーンが何度も出てくるが、 これを見た当時のアメリカの若者たちからディーンが使っていた同じくしはどこで買えるのかと映画会社のワーナーブラザースに問い合わせが殺到したこれが新しい宣伝ビジネスモデルになると気づいた核映画会社は以降一般企業との劇中広告でのタイアップを始めるこれがプロダクトプレイスメントと呼ばれ一般化した現在アメリカでは pp 専門の広告代理店が数十社存在する。撮影後の映像に商品や広告を露出するデジタル技術、デジタルプロダクトプレイスメントも登場した。最近の新技術によって視聴者に好まれない CM をカットして見られるハードディスクレコーダーなど広告業界や放送業界を悩ます潮流ができている状況下で、 番組内や劇中に商品を入れることによって視聴者側の都合でカットできないようにする利点がある。日常に普及した携帯電話やスマートフォンなどは現代を舞台にしたドラマやアニメの小道具としてもはや必須となり実写のドラマではメーカーのロゴなどが映ることもある。携帯型と据え置き型のゲーム機の PP も増えている。ありがとうございます。